さて、それで、えー、と翌日行われたのが 10,、えー、10日がですね、祝賀御列の儀ですよね、えー、この日はですね、休館日になってまして、これ、産経新聞があの勇敢ないもんですからまあ悔しいかな朝日新聞の写真がね、いいんですよ <laughs> 翌日のね、産経新聞の写真よりもね、この日のね、朝日新聞のね、写真、いい写真です。はい。 えー、お二人ともね、えー、本当に、えー、ね綺麗な笑顔の、ね、ですよね、えー、お顔の角度といい手の具合といい、ね、この菊の紋章もちゃんと入ってましてこれはいい写真ですね、悔しいけど朝日新聞、いい写真撮りましたね。はいえーっと <laughs> やはり、あの、前回はね、えー、ロールスロイス公認集でしたけれども、三千五百万円だったかな。えー、で、こと、まあ、今回はですね、トヨタですね。はい、えー、センチュリーですね。センチュリーを改造、新型センチュリーを改造してですね。あの、特注の、あの、オープンカーということでございます。で、あの、まあ、ね、これひ。 あの普通に作るともうちょっと低くなってしまうんですけれどもえ両陛下のお顔がよく見えるようにということでえ後部座席を5センチほど高くしてあったということですね。ねもしこれ5センチ低かったら ちょっと低いですよねやっぱり5センチ上げていてそしてソファーの角度も調整していたということですで私この両陛下のご様子を拝見しててですね思ったことがいくつかあったんですけどもまず天皇陛下はですねもう本当に真面目な方なんですねもう真面目を絵に描いたような方なんですね、えー、で、まあ、ちょっと、えー、ね、あの体を起こして、まあ、お手を振りをなさるんですけども本当に一人一人 に全員にねこう目配せをしたいというお気持ちなんだと思うんです。でも車動きますから全員にねこの目配せできないですよね。それをああ進んでいっちゃう進んでいっちゃうって言いながらこうなんかなんていうのかなあのー、<laughs> 惜しみながらねあ本当だもう全員に全員と目を合わせたいんだけどもでもえ車が進んでいくからああというようなね。 惜しみながら惜しみながらねえもう全員取っていうねそんなようなですね丁寧な丁寧なこっちこっちでこっちこっちっていうねあーって,あーってこう軽くうなずきながらねえもうなんていうのかなほらおいしいご飯食べてると減っていくのが切ないじゃないですかあーあーもう半分になっちゃったみたいな <laughs> あああと一口みたいなおいしいもの切ないですよねなくなっていくと食べていくとそんな感じ <laughs> って例えになってないけどだから天皇陛下もこう過ぎていくのをかみしめながらあもういっちゃうんだみたいなねあのそういう切なさ。 どんどん行ってしまう切なさをかみしめながらですね、えー、ニコニコしながらも、手を振りながらも、う、なずきながらもですね、切なさをかみしめながらですね、本当に丁寧に丁寧、あ、もうちょっとゆっくり走ってもよかったんじゃないかって思うぐらいですね、まあ10キロという、えー、速度でですね、えー、まあだいたい30分ぴったりでしたけども、まぁ、あ、45分ぐらいかかってもいいから、もう ちょっとゆっくり走ってもよかったんじゃないかなと思うぐらいですねそのぐらい惜し,ま惜しみながらですね、手を振ってらしたという印象です、えー、でですねあの皇后陛下はですね皇后陛下もずっと笑顔を絶やさず、はいえー、あの天皇陛下は左右見てらしたんですけども皇后陛下はこちらの側 ずっとですね、手を振ってらして、まあ、時々こっちをご覧になるという感じですね、えーまあ、2人の、ね、こう待ってる間の会話とかですね目配、えー、せしたりとかっていうのが実に美しくてですねそして、この、えー、皇后陛下のティアラですねこれはあの上皇后陛下から譲り受けたものです、あとそれからこの、えー、着てらっしゃる、ね、ドレスなんですけれども。ここののちょっとね、この お首元にこのフリルがついているね。えー、これあの、ご成婚の時もね、えー、両陛下のこのパレードがありましたよね。その時はロールスロイス,ロースコーニッシュでしたけども、その時も、あの、皇后陛下はこの首元にフリルのついた、まあそういうドレスを着てらしたんですね。で、よくね、その、だってあれ25年前ですよ。四半世紀ですからね。25年前の映像とね、えー、こう見比べた時にですね、あんまり変わってないというか、 25年経ってこんなにお美しいのか。えもう年25年という時間をですね、感じさせない感じでした。天皇陛下はどちらかというと、や,やっぱり、ね、時間が経ったなっていうな、だって25年前の天皇陛下のお姿は、当時皇太子殿下のお姿はですね、まあ、非常に若々しくてですね、やっぱこの25年、 えーまあ、年相応かどうか分かりませんがその時間の経過は感じますただ皇后陛下に関しましてはこれ先週みたいに言われても分かんないぐらいそのぐらいですねあの25年たってね、えー、こんなに、えーね、え若々しくお美しくてらっしゃるんだなということをですね、えー、感じましたね、えー、なんかねあのなんていうのかな、えー、やっぱこれだけのいろんなご苦労を乗り越えてですねなんていうのかな慈悲深いというか あのま、もちろん若くて、若々しくてお美しいっていう部分がですねかなり共通項はあるんですけども、やっぱり今の皇后陛下っていうのは、自然な、自然なこの笑みといいますか、いろんな苦労もこう、超えてですね、今そこにいらっしゃるっていう、その逆に、そうそう、しいっていうのかな、皇后なだけに、いやいや、だじゃれ言ってる場合じゃないんだ、<laughs> いや、本当素晴らしかったと思います。<laughs> あとそれから沿道の人たちがですねあの,ー、あの若い人が多かったのがちょっと前回平成,平成の時との違いですよねもちろんまあ時代が変わったのでみんな携帯持って撮ってると思いますいや忙しかったと思いますよあのー、携帯で写真も撮りたい 持ってる小旗も振りたい。なんなら手も振りたいみたいな。もう2本じゃ足りないよみたいなですね <laughs>。なんかそんなような様子の写真でしたね。沿道の方々を見るとね。はい。で、私この番組でね、どこで見物というか、まあ、放芸をしたらいいかというね、はい、ことをですね、えー、申し上げましたけども、やっぱり皇居前広場に行った人とかね、あとはですね、あのー、ちょっとあ、 赤坂あたりに行った人は大変だっったたたみたいですね行ったけど見られなかったという人多かったみたいです、まあ、ただ私が推奨した、あのー、あそこの、えー、外苑東通りそれからあと国会前から自民党前 <laughs> あそこに行った人はですね、結構良かったみたいですね。えー、あのそんなに混んでなかったし、えー、非常にまあ、道幅もね比較的狭いので近くで見えたっていうまあそういう教えてくれてありがとうみたいなね、えー、まあ、そういうあの、えー、ねツイートをしてくださった人もいます。まあちょっとねその。 きれいな写真を撮ろうと思ってバックに皇居とか、ね、桜田門とかっていうと、えー、それはちょっとそれなりに人が多いですから前の日からとかもしくは早朝から並んでましたっていう人もですね、いたみたいですけども、まあ、それぞれの思いでですね、ご覧になったこととは思います。